一つでも上へ野心を燃やします。そして現在2位清水、1年での J1 復帰、そして優勝へ残り試合で全勝を誓っています。西谷縦パス、矢村がワンタッチ、ああいいところですね。キーマンの横山に出る、逆サイドにアンデルソン、横山得意の角度、かわしにかかってシュート、惜しくも外れていきましたが、この試合オープニングちょっとつながるところあるんですけども、まあ、両チームともに前節、まあ、キーパー最後のところかなりあいい場面ですかね。矢村一つかわす、ミドル決まった、藤枝真由志、54分、先制ゴールは矢村。すごいシュートでしたね。かなり距離あったんですけども、まあ、シュートフェイントから、まあ、ホナード選手うまく抜いて、かなりブレ球ですね、ノーサイドだったんですけども、いや素晴らしいシュートですね。その辺ちょっと中の攻撃っていうのをあえて狭いけどそこに向かっていくプレーも必要かもしれないですね。中の攻撃テンポアップ見せていきたい清水です。横山ワンタッチ浮かせてゴールに吸い込まれた。なんとなんと藤枝ナンバー10横山、2位清水から2点目を奪いました。2対0。北詰選手も、まあ、見えたと思うんですけど、権田選手に強いボールを返そうと思ったが少し弱くなったところをしっかり狙ってましたね横山選手。しかもこれ簡単な後ろから来るボールなので、アンデルソンシンプル狙う、ここでホイッスル、2対0、藤枝が清水を下しました。